続いては第58回沖縄全島英才祭り、あさって9月の1日に登場する池原青年会の登場です。鐘を打ち鳴らしながら踊る天気の山、戦時中に使われた砲弾を利用して作られました。演舞を先導する大事な役目を担っています。戦前より踊られている方を変えることなく長きにわたって継承しています。全体的にスローテンポでシンプルな演舞が特徴となっています。天気の山ですね、本当におこすかのですね、音がですね、本当に印象的な池原青年会、今年の全都エイサー最終日登場しますので、皆さん大きな拍手でお迎えください。池原青年会の皆さんです、どうぞ。
ビーチ店最後の演舞は沖縄市池原青年会の皆さんでした。どうもありがとうございました。